前田浩二です。ベッサ R2S。日本コシナが作った北斗レンダー名のニコン S 用になってますね。ちょっと珍しいと思います。まあニコンというかコンタックスというか旧コンタックスというか同じようなヘリコイドがついてます。非常に綺麗。このボディはほとんど使ってるような感じがしないですね。箱とかはないので裸ですが、非常に綺麗ですね。綺麗な状態です。使用感ないですね。綺麗です。本当に綺麗です、これは。ファインダーももうスカッとしてます。露出計もちゃんと動いてます。これですね、シャッタースピードとかで変わります。これで言って適正ですね。一応ね、ファインダーもスカッとしてますね。中も非常に綺麗。まず高速は2000までありますね。まあ、縦走りですのでね、空いてますね。縦走りですので感触はまあいいとは言えませんが、ミラーがない分ね、ショックは少ないかと思います。1秒で丈夫ですね。でバルブ全く問題ないですね。非常に綺麗。もうほとんど新品みたいな状態と思っていただいても結構だと思います。でレンズはよいしょ、レンズはニコンの50の F2。 ここちょっと当たってますね。ただまあフィルターが入らないようなへこみじゃないです。微妙に当たってます。それ以外はまあまあでしょう。レンズもまあまあです。引きすれみたいのがありますが、こちらの方が抜けています。スカッとしてますね。抜けは悪くないと思いますが、このように吹きすれみたいのがちょこちょこあります。ニコン S2 についてるレンズよりもこちらの方がスカッとした感じはあります。ただ外観などはこちらの方がちょっと使用感ありますかね。かっちりしてますね。ヘリコイドも全く問題ないです。これで一応標準セットになります。ベッサ R2S、 まあベッサと一緒だと思うんですが、ここでファインダーの切り替えを手動でします。これですね、これが85、35広角ですね。まあ、このレンズなら50、こんな感じになります。距離計も明るくてやっぱり見やすいですね、新しいとね。標準セット非常に綺麗な状態です。レンズはまた別として、ボディは本当綺麗な状態です。